塵や埃にさよなら。寝室を清潔にする7つのポイント。パッと目には気が付かなくても、寝室内の塵や埃や微生物、その他アレルギーの原因となる細かな粒子は毎日増えていきます。それで身体に不快感を感じて何度も寝返りを打ってしまい、思うように熟睡できなかったり。これが見えない侵入者で部屋がいっぱいになると、息苦しい、喉が渇く、目が充血する、痒くなるなどの症状が出てもおかしくありません。そうなったら落ち着いて休むこともできませんよね。しかもそこへ睡眠中のベッドから熱と湿気が出て、数えきれない微生物が増殖する最高の環境を日々作り上げているとしたら、今からでも遅くありません。わずかな時間を使ってこれまで見過ごしていたところをお手入れするだけ。以下のアドバイスをぜひ参考にしてみてください。1. 寝具は豆に洗濯する。普段ベッドのシーツや布団カバー、枕カバーは定期的に交換するようにしていると思いますが、寝具を殺菌するだけではまだまだ十分ではないのです。汚れやいろいろな塵やダニが毎日蓄積していくので、毛布や布団の本体、そしてマットレスのカバーもまめにお洗濯してくださいね。2. 日々の軽い掃除を心がける。さほど時間は取らないとは言っても、やはり毎日部屋をきちんと掃除しようとするとなかなかできません。ですから、数分軽く掃除をするだけで構わないのです。寝具のほこりを叩く、窓や部屋の中を軽く、床や絨毯を掃除機で吸引する、こうしたことのどれかをしていくだけでも、日々溜まっていく生活空間のアレルギーの元を減らすことができます。3. マットレスの殺菌をする。部屋の中でも最も汚れているところといったら、マットレスに他なりません。この身体を休める場所こそ、夜間の睡眠中に体内から発する汗が吸収され大量のホコリが溜まっていくところです。でも重曹とエッセンスオイルがあれば、そんなマットレスを手軽に殺菌してダニや細菌を駆除できます。使うもの、重曹カップ半分、125g。ユーカリ、ミントまたはティーツリーのエッセンスオイル10滴。使用方法。重曹とエッセンスオイルを混ぜたものをマットレス全体にスプレーします。1時間そのままにし、掃除機をかけてからマットレスカバーを取り付けます。4. 寝室のカーテンもまめにお洗濯。カーテンは寝室に優雅な綾を添えると同時に、必要な時に閉めて、プライベートな空間の確保もできます。しかし、ものすごい量のホコリを吸収するにもかかわらず、部屋を掃除する時にはなぜか見過ごされがち。カーテンは、そう、月に最低2回は洗濯するような、もっと気を配るべき基本アイテムなのです。そういう点で言うと、洗濯にも適したさらりとした生地のシェードカーテンなどを選ぶのも良いでしょう。
もし部屋にブラインドがついているなら、殺菌作用のある掃除用洗剤でこまめにきれいにする必要があります。5. 枕も忘れずに。枕もマットレス同様のことが言えます。睡眠時に頭を置くところというのは、汗や老廃物などあらゆる種類のアレルギーの源になるものが容易に繁殖できる場ともなっています。ですから枕は最低でも1年に2回洗濯し、枕カバーに至っては半月に1回取り替えるのがおすすめです。6. プランターを置いて空気を浄化する。室内プランターは屋内に調和と心地よさを醸し出すでなく、天然の空気清浄機の働きもしてくれます。あまり成長をしないタイプのプランターは、部屋のあちこちに置いておくのにまさにぴったりのインテリア。アロエやサボテン、ポトスなどがいいですね。7. 寝室とペットとの距離を保つ。ペットの毛は多くの人にとってアレルギー源となるフケの一種を撒き散らします。しかも、ダニやその他の寄生虫を増加させて害を及ぼす結果にもなります。休息するスペースは定期的に掃除をするようにし、寝室にはペットを入れないようにしましょう。掃除用洗剤に無駄にお金を費やしたり一日中掃除をしている必要もありません。シンプルな生活のルールを日頃から守るように心がけるだけで、清潔なくつろぎの空間になります。